第10期麻雀グランプリマックスベスト16 C 卓第4回戦の模様をお届けしてまいります。実況は古川彩乃です。そして解説は中田かなが務めます。中田プロよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは対局の準備ができたようです。第10期麻雀グランプリマックスベスト16 C 卓4回戦対局の開始です。第4回戦はちーちゃんに吉田、そしてなんちゃ古谷、シャーチャ藤原、ペーチャに伊藤の座順で行われます。当局吉田の野腕ドラワーなんです。さあここまで第3回戦を終えて、藤原が3トップ、そして吉田が3回2着、うん、3連勝、そうです ね。さあ一歩抜け出した形の藤原、現在トータルがプラス 59.9 ポイントまでポイントを伸ばしてきました。伸びましたね。はい、最後の6戦オールがね、効きましたね。で、たださんもね、きっちり浮いて終わったんで、はい、このあと残すところ2回戦になりますが、はい、追う展開の古谷と伊藤はここからどう戦っていけばまずトップ取るしかないですよね、うん、もう絶対にトップは必要な状況なんで、はい、まず自分がトップを取ること、はい、でそっからまあターゲットの吉田さんの展望も気にするって感じで、はい、うん、まずは自分が勝たないとっていう、ちょっと離れてるんですね。60ポイントですもんね、はい、すごい調子良かったらワントップで5、60って勝つことありますよね、うん、はい、なんかまあそれをイメージするしかないかなって思うんですけど。そして藤原と吉田は逃げる展開になってますが、そうですね、藤原さんはもともと守備的なので、はい、特に打ち方変えないかなって、うんうん、これまでもちょっと注意してやった結果勝ってるだけなんで、はい、ね、すごい乱暴に攻めてるわけではなくて、そうですね、攻めて攻めてっていう感じではないですもんね。慎重にはやってるんで、このままのペースでやっていけばいいかなっていう感じですか、うん、ですね。親番とか有利なターンではリーチもするかもしれないですし、はい、さあそして各社手配はこのような感じです。古谷はマンズの本一を見てペイが貫通になっていますが、まだ緩和せず、じゃらいいシャンテン、そしてこちらが親の吉田、天杯貫通は役はありません。三色行ってから三色を待ってますかね。仕事の三色、これはじゃらワン引いたりしたらリッチ、どうでしょうね。親ですもんね。親です。あ、ローワン来ましたよ。小闇天。闇天。吉田の待ち合わせ1番。まあ、マンズがね、はい、下茶の古谷さんがマンズ模様、はい、っていうのもあるんですかね。それともポイントの意識ですか、ね、なんですかね。ちょっとごめんなさい、その辺考え方は多分それぞれなんで。お、ドラ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 、伊藤がドラドラ。さあここでリーチに行きましたね。行きましたね。ドラが2枚切られたからとかですかね。2枚、あ、そうですね、そうですね、はい、2枚見えたところ、藤原の手の中から。さあそして古谷ここでペーをアンカン、そうですね、ドラが何が不安材料だったってことですよね。うんですかね。なんちゃの古谷さんにドラポンとか入った時に対応できないと、はい、ちょっと怖いなって、うん、ワンガン直撃とかで打つのって結構な、はい、ね、うん、結構なことなんで、このポイント状況も加味してちょっと一度慎重にっていうことですよね。ですね。さあ古谷はスピもしていきました。
アービーモム筋押していく。こうね、つもぎりリーチがどう見えるかですよね。やっぱドラドラ見えたからだとそんなに高くないのかなっていう気も、はい、そうすると高めが11600、一歩前進、フルタニーシャンテン、藤原も安牌がない。まあ三走は大丈夫、三走今いやでもパス走もあいっぱいあると思うんですけど、さあ天杯だ古谷、町はサブロワン、行って代わりスワンコですからね。そうですね。で現親の現物町詰まったスワンコ、2004戦つも面前本一サワンコ、ごめんなさい、サワンコありました、失礼しました。3006戦、さあ大物と決めました。古谷さあこの3006戦大きいです。大きいですよね、はい。忠さんが親かぶりなんで、馬券リーチ番もはい、あ上がって迎えた古谷の親番、ドラワウピン、そうですね、結構遠い本一っぽいなと思ってたけど、はい、見事に仕上げて上がりました。3個までついて、さあ古谷の絵はドラワウピンです。タクを泣いたのは吉田、1枚目から仕掛けていきました。少し遠い仕掛けにも見えますが、そうですね、もう古谷さんの親を早く終わらせないとここはうかうかしてられないぞって。そうですね、しかし伊藤も少し手が伸びてくる。今の上がりで一気に23ポイント差ぐらいまで詰めましたね。そうですね、このままの順位で終わったらっていう過程ですけど、はい、大きいですね、ハネマン積もると。そして今回もドラドラになりました、親の古谷に。お、キューピン仕掛けて、よっしゃ、ランシャンテン、いいシャンテン、いいシャンテン。さあしかし古谷もここはもうドラドラ、簡単には引かない。換算番が埋まればいいですけどね。そうですね、換算番は伊藤の手に2枚、さあ三層あんこになりましたよ。うん、ここもう満足一メンツ完成、いいシャンテン、カン、白を獲冠は吉田です。ちょっと遅れると数層が当たりになっちゃいますね、古谷さんの持ってる吉田への、吉田のってことですね。そうですね、吉田さんが6層埋まると、
どうもいいシャンテン。これ、そうそう、先に切りたいですね。何度持ってるのかな。なんか持つ意味あるかな。サイトさらに受けが広がる。一応泣いて対応とか見てるのかな。感想で注意して。数層重なりましたよ。選択。どうなんでしょう。タイヤをですか。難しい。ここは小さい。やっぱりタイヤにしたいんですね。うん、やっぱ仕掛けられる形。藤原も手が止まっている。789がいいシャンテン。789のいいシャンテン、ペイッといきますね。そう、気合入ってる。あ、そっか、ペンチーソーでもきついですね。うん、伊藤もいいシャンテンですが、ここも選択。ここはローソー。このローソチーしてテンパイが入る。吉田の町はリャンソーとスーソーのシャンポン。スーソーはない。リャンソーは1枚。藤原も怖いと思いますよ。田中さんもこの仕掛け。あ、テンパイ、テンパイ、一等テンパイ。どっちにウッパーピンにするか、カンチーピンするか。ウッパーピンですね。ウッパーピンにした。もうポイントがリーチ、ポイントなんで、はい、やっぱりここはリーチといく。ドラ積もれたらね、メンタル積もドラで、はい、高打点なんで。これで藤原もテンパイだが、ここは取らない。これは古谷さんが欲しい3万。そうですよね。さゆさんここは一旦回る形。回りテンパイ、再びテンパイですね。ひどいパーワンの町。こんな町、中袋、中袋のパーワン町。急走は、ローソー切れていますが、急走はションパイなんですよね。だから、まあ、筋ぐらいはと思うけど打たないですね。打たない。やっぱりきっちりしてますね。本当ローソーは取っている。はい、うん、さあ、ウッパーピン積まれるか、キューピン、うん、ちょっと違う。入らない。入らないですね。ウルタリもいいシャンテンで粘ってますが、うん、さあ、急走2枚目。ドイツになれば切ってもいいかなって気も。うん、他に生きる候補。そうですね、現物はないんですよね。怖い。急走、恐る恐る、恐る恐るの。テンパれない。もう積もってましたね。そうですね。こんな小さい。もう一回休走。ここは GP。ちょっと今リスクを犯しといて、配定とか最後の方に取っておきたいんでしょうね。うん、なるほど。さあ、ウーアも取りました。配定は。さあ、古谷もどうにか粘りたかったですが、ね、ちょっとスーチーワンは見えていなさすぎるか。
見積もれない。テンパイ、もうテンパイ、吉田がテンパイ入れた。あ、最低でしたねこれ。はい、失礼しました。と2曲は伊藤と吉田の2人テンパイで流曲です。3曲となります。藤原の野蛮、この3曲1本場です。吉田も粘ってテンパイ取り切りましたね。そうですね、まあ、目的は古谷さんの音を落とすことだったんで、はい、ね、うまくいきましたね、うん、結果なんです、はい、かもしれないんですけど、はい、これが落ちてしまい、まあ、もらえるもんはもらっといた方がいいですからね、テンパイ量、うん、ラスじゃない方がいいですし、まだラス目ですよね。あと3曲、1本は藤原の野蛮、ドラマリアンソーです。藤原さんも別にもうそんな向きにならずに普通に打って、はい、普通にトップ取って、はい、で次もこれをやったら多分クリアなので、うん、はい、なんか結構現実的になりましたよね。さあ現在が古谷と吉田の差、吉田がプラス 7.7 ポイント、古谷がマイナス 18.5 ポイントまで迫ってきています。もう16ポイント。このままの着順で終わった場合っていうことですが、うん、でもだいぶ近づきましたよね、ぐっと。うん、だいたい2、30ポイント差なら、はい、一半ちゃんで全然難しいことではないと思うので、うん、30以上離れると結構並びとかも、はい、関係してきますね、はい、大物手を挙がなきゃいけないとか条件がつきますけど、うん、2、30だとね、普通にまあまあのトップ、うん、で相手が沈んでればみたいなイメージなんで、はい、古谷いいシャンテンに差しが見える。そして藤原テンパイ、親の藤原からリーチが入りました。藤原の町はサブローワン、親ですもんね、リーチドライチ。これシャンポンの選択もありましたが、ね、藤原さんリーチに行きましたね。ですね、トータルトップ目で、うん、わさあ古谷もう一回けリーチだ。わー2番これが宝珠となる、リーチピンフ3色ドラ8000の上がり、すごいスイッと。さあ古谷ここから反撃ののろし、うん、4回戦目まで苦しい展開が続きましたが、変わりましたね、急に。さあ8000点の直撃。でも藤原さんとしては別にゆとりがあるからリーチできたわけで、はい、なるほど、自分がターゲットじゃないんで、これがきついのはタラさんなんですよ。うん、今の宝珠自分が打ったわけじゃないですけど、はい、痛いんですよ。うん、なるほど。藤原さんに稼がれることはすごく苦しいんで、藤原さんはまあまあ、はい、ちょっと痛いなぐらいで、まだトータルトップなんで。そうですね、今のリーチの選択も今余裕があるトップ目だからっていうのも感じられますか。親番っていうのが大きいと思いますよ。やっぱこの方ではしないですね、シャンポンの闇点すると思うんですよ、はい、ただ親でシャンポンの闇でもし上がれて残球とかだと、はい、ちょっとね、だリーチして積もって2000オールとかだとすごい価値があるんですけど、うんうんうん、あんまりやっぱりね、細かく刻む必要がないというか、うん、まあでもこの方順になると悔やんでるかもしれないですけどね。そうですかね、うん、それはでも結果論であってそこまで気にしないと思うんですけどね。
でもさらに慎重にやんなきゃまずいなっていう気にはなってるかもしれないですね。うん、なるほど。古谷さんがもう調子がすごい上がっちゃったんで、はいね、あとは4直糸の山となっています。高いですね。ドラ級高いドラ引いちゃった。そう、しかも高めでしたもんね。すごい。さあ古谷としてはかなり手応えがある上がり、うん、から一気に畳みかけていきたいですよね。うん、何がきっかけなんでしょうね。なんかグッとグッときますね。グッとくる。なんかこういうの多いんですよね。本当古谷さん。本当二次予選もそうでしたけど。さあ今期女流王冠を獲得してグランプリマックス出場になりました古谷。ここまで勝ち上がってきました。さあドラドラです。ここを通過するとベスト8ですからね。はい、ベスト8すごいですよ。ベスト8まで行くなら決勝行きたいですけどね。うん、かなさんのね、女流王冠4連覇も阻止したましたから ね、 そ, うですね。そんな簡単にここで負けれない。全然降りなかったですからね、あの時。古谷さん全押しみたいのでめちゃめちゃ気持ちが強いなっていう。うん、う今水の影響私がありましたが、なんでしょうね、古谷さんの水あげたんですか。そんなわけない。わかりません。そして吉田に天杯が入っています。闇天町は三郎荘。もうやっぱ打点を稼ぐとかじゃなくね、はい、もう曲を進める感じですかね。わー、サブローソーひょっこり、うん、急走から仕掛けましたね。古谷ちゃんとの仕掛け、ドラドラです。ドラドラですからね。純ちゃん、あ、ローソーここに、あ、ローソー出ない。T1 これで一歩前進。伊藤からローソー打たれる。あ、ここでリーチにしました。吉田もう急速感か。ウーワン押す、押していきます。古谷カウンするのすごいですね。もしかしたら役なしで当たれなかったとかだったらちゃんかんがついちゃうみたいな、私考えちゃう。急速でも吉田からないでる範囲なんで、あ、タネさん、タネさんの現物。このルールだとね、はい、関してもカンドラは増えないですけど、そうですね、カンドラが増えるルールだとまたねちょっと別の判断になるかもしれません。そうするとしないですよね。さあここに吉田の当たり牌、サブローソー、ローソーの3枚目。チーソー、白を切らずに、白危ない。ドラドラポン。ああ、古谷いいシャンテン。うん。ちゃま二枚三。最後のチュンですね、山野ちゃん。いや、怖い、これは。さあ、いい装置して、古谷天杯。イピン短期。いや、白短期。いや、白短期。白ション杯。白短期、白アション杯。白は、ユーコーさん、ドイツ。はい、ドイツですが、残りの1枚は山。ちゃんとドラさん、8000。あー、積もった。よし、脱毛上がりです。リーチ、ピン、フータン、ヤオツモ。1300、2600のつまがり。
サブローさんも少し薄くなっていたところでしたから、大丈夫でした。これヒヤッとしたと思いますよ。いや、これ積もれたの相当大きいですね。ここ直で真ん中打っちゃうと、そうですよね、結構もう並ぶ感じで、さあ吉田の親番となります。難一局ドラはスーピン、意地を見ましたね。そうですね、ちょっと怖かったですね。いや、古谷ダマスピンです。ここに来て第4回戦目まで来て、やっと手配と成就するようになってきました、ね。うん、なんか思ってる通りになんかなってる感じは、うん、前半戦苦しかったですからね。さあ、そしてあそう引いてタイヤのタイヤ王系のタイヤまで行けるかどうか。イーシャンテン古谷、ただ有効さきついですね。そうですね、ただちょっときつい展開が続いている。藤原はトイツが多い、トイツ含みの形、チートイツなどが本戦になるか。さ、転売ですが一旦取りますか。一旦取る。フルタの持ちはウーピンとパーソーのシャンポンですが、現状よくありませんですからね。ドラ引き、はい、さあドラ引いて、ここはリーチに行った。待ちはサブローピン、迷いがないですね。うん、タイヤも欲しい、3色も欲しいしみたいな。そうですよね、一手代わりでずっとキリがないですもんね、これね、迷うと。タイヤ親三色への手代わりもありますが、ここはリーチと行きました。今は現物です。ちょっと戦えないですね。さあドラここに来て、これは吉田はちょっと粘りたいですか。ちょっと粘るの苦しいか。あ、詰まった。つまがりです。リーチリーチピンフツモドラ1300-2600のつながり。さあ上がりを積み重ねます。古谷ライバルの吉田の親番も落として、さあな2局古谷の親番です。ドラはパーピン、少し支配が多い形ではありますが、ソーズで一面完成しています。なんちゃ藤原はまたドイツが少し目立っている形、そして伊藤ピンズが多いですね。もうチートイシャンテンですよね。イーシャンテン藤原さんは、藤原とドイツが4組ですねはい、チートイツのイーシャンテンです。さあ、中層化暗黒になりました。書いてありそう、もう盤石と言いながらそうじゃなくなってきてしまったんでね。うん、このままラスで終わってしまうと、はい、ちょっと嫌ですよね。じゃあ少し側転を回復していいですか。そうですね、うん、一着順上の伊藤まで1万点差、まあ、ラスでもいいかもしれないんですけど、はい、ちょっと不安かなという。じゃあ装填だけでももうちょっと、そうですね、
さあこれでチート1連敗、マッチはC1。古田さんの親番なんで、はい、多分リーチっていうことはあんまないかなと思うんですけどね。うん、C1。これは藤原の上がり。チート1、チート1ドラドラ6400の上がりです。意外とあっさりと。そうですね。さあ藤原、少し素手を回復して親番を迎えます。現状、今のポイントはこちらですね。今の6400の上がりをもちまして、藤原が現在トータルトップ 41.9 ポイント、吉田プラス 17.3 ポイント、古田にマイナス 10.7 ポイント、伊藤マイナス 48.5 ポイント。ちょっと一安心ですね。少し出すだとしても1万点マイナスぐらいだと、はい、そんなに、うん、藤原の親番です。ドラは C1、 伊藤はピンズで一面つ完成、チュンがドイツ、吉田は急走をポンしています。すごいですね。ペチョ1枚目から、はい、ペチョの古田にはペイが統一。しかし藤原ももうかなり手がまとまっている。イシャンテン、藤原イシャンテン、吉田も積極的に仕掛けていきます。さあこれでさらに広くなった、いいシャンテンが広くなりました。藤原ですね。ピンズのタメンちゃんになったらどうなんでしょうね。どうなんでしょう。パワーが入るとすごい。それならリーあ、キューピンちょっとピンフドラ1、ここは読み点。ちょっとね、さっき怪我したさっきね、リッチをして、うん、古谷に湾岸の宝珠となりました。ここは手堅く読み点にしています。藤原の町はウーパーワン、ちょっとね、ワンスライドでタイヤを単品、はい、ね、単品ドラ1がいいですもんね。あ、ウーパーワン、藤原の上がりとなります。ピンフドラ2900の上がり。あとゴロチもありましたもんね。すごい変化のある、まあ、多分変化しても闇点にしそうですけどね。まあ3局1本場、藤原の親番が連チャンです。ドラはローアン、伊藤はドラメンツが完成しています。ここはピンズのペンちゃん払いから、ユタには少し形が苦しい、今後のツモに期待です。どうでしょう。藤原親番ですが、ここピンズに染めに行きました。そうですね。なかなかめちゃくちゃ早いっていう人はいないが、吉田タイヤ OK に、
身請けの手に育てば。戦えるか。この関数ピンで。カンパスを払うかな。そうですね。カンパスを払います。さあ、そうして一目完成は古谷。進まないですね。そうですね。ピンチがなかなか引けない。さあどうだ。嘘が重なって選択。ここは9番を落としていきます。タイヤをポンテンもポンテンチーテンも取れる形。ここサバーキに行きます。まあ、次を野蛮なんでもしかしたら仕掛けて上がり取れていくかもしれないですね。そう よっしゃ、もういいシャンテン。ああ、さあドラ切りました。欲しいスーピンが吸収されてしまいました。あと1枚関数ピンは、あと1枚引ければ大きいですが、さあこの順目になってピンが伸びてくる。あドラも切りましたね。チート入りの保険とかは見ない感じですね。はい、一応チートのチートインシャンテにも取れたんですけどね。はい、もうこれはこの形でいこうということですか。そうですね。さあ9番引いてここでメンツ完成ですが、もうそろそろ苦しいか。天杯、伊藤天杯です。町屋関数ピン、これ闇点ですね。はい、闇点としました。さあシャーガンあんこになりました。親の藤原、これで A 数ピンにはしない、しない。まあ、積もればこのまま2000残球ですかね。はい、リーチといって出る町ではないってことなんでしょうね。だから闇点で積もうだと2000残球か20004000かの差なんで、はい、だからリーチしないんでしょうね。あ、天敗、吉田も天敗。吉田の町はイースピン、古谷さんを折り受けてますね。そう、藤原はいいシャンテン、いいシャンテン。このスピン将来出ることになります。どうでしょうね。ちょっと転敗してるかもっていう空気がどのぐらい、うん、古谷は今やめたところ、嘘抜いたところです。ここはチーピンと、うん、やめてないですね。やめてなかった。CP は危ないかなって感じは。さあ順目も深くなってきました。巣は泣いて天敗を取る形式天敗です。新たに9点を取りました。藤原はいいシャンテン、この形です。ウーアンはドラ表示牌。うわぁ、いいピン出そうな。え、いいピンは吉田の前、いいピンは帝国と。
吉田曲がりとなるピンフ線は1300の上がり。ゆこさんもイスペンにできたのに、はい、ね、確かにまあ古谷さんに打たない牌っていう選択だったんでしょうね、はい、うまあでそしたらシャーでもいいかなって気もするんですけど。その4局糸の矢番となります。ドラは E1 なんでなんでしょうね。シャーじゃなかったと打ちに行ったんでしょう。さあそして最終局、こちらは4回戦の最終第4局となっています。ドラは E1、 ドラドラなのは藤原ですが、だけど国士みたいな、そうですね、8種でしたね。8種でもドラドラだし、普通の面ってやりますか。さあ吉田が早い1通目は残さず、ここは三色。そうですね、1、2、3の3色。ウソロウソに手掛ける人も多そうですよね。確かに1通と3色両方終える、はい、で最ピンカーンは親の伊藤です。シャアをアンコにして一歩前進。さあ少し吉田、今度はいいピンがなくなったからですね。そうですね、3ピンありました。お、もう中も重なって、ここは G1リーチのみのテンパネが大変になる。いいシャンテン、ね、もうすぐリーチ来そうだなっていう感じ。そうですね、いいシャンテンですが、みんな田田さんも古田さんもいいシャンテン。はい、古田にもいいシャンテン、吉田もいいシャンテン。まあ一応これテンパイなんですけど、取りますかって話。振り点の勘ウーアン、ね、取りました。一度テンパイ取りました。本当にランマンはつまりリードラがユーアンです。さあ天敗、ここはリーチに行った。伊藤の町はサブローピン。3枚あでも1個でキャッチ。ちょっとこのリーチにはみんな行きづらいですね。トータルラス目のおやりなんで、はい、ちょっと押しましたね。そうそう、なん違う。
古谷さんは行く気ありそうですね、スースー切ってるんで、斉藤の町はサブローピンです。あのなローピン、これどうしましょう。そうですね、どうしたスーソー、スーソーも一度ペン三番が埋まるようであれば勝負って感じですかね、はい、ただリアンピンが埋まった時勝負するのかな。リアンピンもすっごい薄いですね、ちょっと両方薄いからもうちょっといけないですね。はい、自分の町がいっぱい残ってれば押すのかもしれなかったですけど、さあ積まれる回答、藤原もドラドラのいいシャンテンですが、ここはマイク着ないでしょうね、藤原さんは、はい、ただラスになってしまうんですよね、藤原さんはね、これ流局して、なるほど、まあ、まだ終わらないんで一旦はしょうがないかなって感じですけど、はいはい、次局頑張ればいいだけなんですけど、できればラス嫌ですよね。そうですね、初めも、ペンさんは、ペンさんは遅いたんですね。これが先にあれば、まだ。そう仕掛けて、吉田いいシャンテン。ローワンとローピン、両方危険、どっちか勝負できるなら、テンポ取れば、そうですけどね。はい。ちょっとローピンもローワンも両方怖いっちゃ怖い。ローワンのはやっぱり切れそうかな。シャーあんこの牌ですね。シャーシャンパイですね。はい、あんこの牌。さあ古谷出る牌がないですか。ガローワン。ローワン。ローワン。押したんですかね。ローワンが3枚見える。なんかトイツバっぽいから見えてないションパイ嫌なんですかね。なんか E1 もリャンマも筋なんですけど、そっちよりローワン選びましたもんね。はい。やっぱこういう。ちょっと変な場だなっていう、変な両面待ちじゃないんじゃないかなっていう。そうですよね、そうイトラが E1 だしペンサーマンとかも嫌ですよね。そう、こちらは配定の配となります。南四局は伊藤の一人天敗で流局です。ここで一旦ラス目が変わりますよね。はい、今の、そうですね、今の天敗で伊藤が3着目に、伊藤の親番が連チャンとなります。ドラワスは南4局1本場です。藤原は自敗が多い。伊藤はここにドラが1枚。
シャオ統一にしたのはシャーチャフルタニです。ただもちもちですね。もちもち今日なんか薬杯のもちもち多い気がしますね。うん、そうですね、まあ、藤原さんにとっては薬杯じゃないんですけど、確かにもう切らなそうですよね。ちょっと染めても見つつ、うん、藤原としてはここの糸の矢盤かわしたいですか。一着じゃでも終わらすだから、はい、終わらせたいですかね、うん、もうこのまま現状終わっても問題ない。あと一半ちゃん、はい、しのげばーよいでとは思う、はい、思うんですよね、はい、50ポイント以上差があるんで現状、はい、ただ動ける手配でもない、うん、ただやっぱリーチとかそういう選択はしたくないので、はい、役をつけないとって感じで、うん、何かピンフか本一かみたいな、うん、誰かの攻撃受けたら補充しない方を、はい、たとえ自分がラスだとしても補充しないようにすると思うんですよね、うん、あでもシャア出るかもしれないですね。このピンフになってシャアシャアで単品にするかもしれないんで、ただシャアを落とすには少しまだ時間がかかりそうですよね。そうですね、これにシャアを引いて一歩前進。伊藤は単用イーペーコーなども見える。さあ白も重なりました。古谷ここは想像に一気に寄せていく。おこれずこれスイスイですよ。そうですね、ショーとパーソーのシャンポンリーチとかはしないですよね。やっぱちょっと怖いですもんね。 うわぁ想像はテンポ、うん、やっぱシャアですね。はい、ここはタンヤを受けに、そしてシャアを仕掛けて古谷シャンテン。先にジャンザキロがちょっと迷ってロビン。さあそしてイトのドラドラ奥チッパも見えるが、イトの欲しいパワーはここにあんこ。これヤンズを切りたいですね。切らない、ピンから慎重。じゃあ今切らないってことは多分もう切らないと思うんですよね。チーソー3枚目テンパイ。本当はイーソーイーソーとかやりたいですけどね、はい、もうできない。お、なんかそしてテンパイ取りましたね。ローソーポンとパーソーポンが入って、伊藤にも仕掛けが入った。古谷の町はハクとウーソーのシャンポン、藤原の町はリャンウーソー、そして吉田の町はカンローワン。現状役はありません。へえ、チームは一枚切れですね。怖いさあ伊藤はいいシャンテンな。んまさかローワンがあってね、ひょっこり。でもローワン良さそう。そう2枚か、白は山に2枚。あら、もう行かない、もう行かない。ドラの数番は行けない。違う、力が入る。パワーはいった。伊藤も転廃したいんですが、
さあくっついた。そうですね、もう一枚できるかもしれないですね、はい、しかしこのウピンを伊藤が仕掛けて換算層の転敗、タイヤをドロドロけど、マーチは本当にいなそうなね、はい、ゼロですね、換算層は場に1枚、手に3枚 で、 そうです、ね、換算層は現状や空っぽの転敗で多分ずっと押さなきゃいけない、この白はいるんですもんね。白はいます、白は山にいます、2枚います。これは相当優子さんが危ないです。チュン、さあそしてここは、ヤンメンに変化、サブローに変化、おお、テンパり直した、直したリャンウソ、さすが、あーくっつかんだ。これは、古谷の上がりとなります。二役本一、うん、7700は8000の上がり。さあこの上がりをもちまして第4回戦終了いたしました。第4回戦はトップに古谷、そして2着吉田、3着藤原、4着に伊藤という結果で終了いたしました。続いて最終戦に参ります。